行きましょう。ダイヤのエースコラボリセットガチャですね。はい、で6回目で選択権で7回目でどれか PSR ということで、ちょっと残念ながらあの H2 と同じにはならなかったんですけど、まあ大方予想通りかなっていう感じのガチャになっております。で新登場ですね、奥村くんが肩上限の肩守備かな。で球界の頭脳かバズーカで、独身術か魔術師って感じなので、まあ、キャッチャー以外でも、はい、使えますし、今後肩デッキとか結構ねアンドロメダとか、まあ、肩キャラがね結構重宝される、まあ、アスレイとかが最近だとアプリの環境だとね有名だと思うんですけど、で結構活躍するキャラになってますので、はい、まあこの中の一番使うキャラって感じですかね。はい、なっております。ダイエーは必須キャラです。はい、でユイですね。ユイも強いんですけど、補給上限の、牛若か広角砲ですね。まあ、二次特要員みたいな感じになってるキャラです。はい、まあ、ユイ入りでまあなんつうんですか、結果出してる方とかもまあダイヤのエースの方はねいらっしゃったんですけど、まあ、基本的にはこの後のキャラですね、あの先輩の方が使うので、まあ、できたら他2体を引いていきたいな。まあ、母体は揃えたいですけどね。はい、そんな感じです。はい、まあ、こいつもアスレでね、まあ、結構ボクシングとかで強かったりとかはしてますって感じですね。はい、で続いて不動の4番ミユキですね。で筋力メンタルかな。はい、でこいつが筋力守備です。ミユキさんです。はい、4番ですキャプテンです。はい、で広角砲ですね。で肩骨も持ってて、福井部で千丸とかも結構取れたりするので、まあ、ただイベント数かなり多いので、まあ、ちょっとそこはネックではあるんですけど、普通に優秀なキャラになってます。はい、ダイエーではまあ必須キャラっていう感じで、いいのかなっていうふうに思います。はい、まあ、なんか広角砲ね、あの高校で1個取れるので、高校金徳あの落合コーチですね、落合コーチとどっちかみたいな感じなんですけど、で取っていく感じになるんですが、はい、って感じで前2人が、まあ、ダイエーでは使えますよっていう感じですね。まあ、ユイ入りもありっちゃありかなっていうような感じです。はい、で、まあ、7回目に奥村引けるといいなっていう感じですね。はい、あのアプリの方はちなみにみゆきが出た記憶があります。はい、で奥村は SR で所持しているって感じなので、まあ、そこをぜひ奥村くんね引いていきたいと思います。お願いします。ちょ、たまには SR 出ていいんだよPR 確定だよね。さあ誰、奥村出てほしい。ああゆいか、あどす、まあ、ゆいくん自体は別に嫌いじゃないんですけど、まあコツも優秀ですしね、パワー比ダイヤ潰せばいいだけなので、はい、そんな感じです。試合経験点とかのテーブルかな。マミヤシニア出身、ユイカオル。ああ、声入ってますね。一筋だったので、キャッチャー以外は考えられません。そうですか。でもどこ行くんだろうね。キャッチャー奥村になりそうだもんね。外野になりそうで。はい、ということで、初回が何も関係ない SR 確定ですかね。はい、お願いします。まあ、3回目からが戦いなので。まあ、この辺は出たら嬉しいんだけど残念いや隣やで、どうせなら SR 出ていいんだぜ。ユイしか出ないんだけど、ユイしか出ないのありそうだな。でもカジ君は嬉しい。あざ、先駆け50なんだよな、もう。はい、では2回目です。2回目で、あ、結構バナー多いんですね。それは助かる。どれか一体が手に入ります。奥村くんカモン、奥村くんカモン。いやー、でも SR 確率は相変わらず渋い。あー、キャプテン、あざす。キャプテン、いまだ奥村出ず。おっと、でキャプテンはね解放しなくても
うん、小ついべなので50で精神ボナだったかなって感じなので、まあ、基本的にはそんなに35で運用できるかな、まあ、40あればタグボがねちょっと低すぎるっていうのはあるので、うん、40欲しいかなって気はするんですけど強いなそして強い通常版は残したいんですよね。この見ての通りこの金徳2つ球界の頭脳ストライク送球もらえるのでこのまま終わらせ欲しいですよね。うちのエースもお前に負けないピッチングしてるからな。くぅ声はしびれる。声はっつうかまあみゆきさんはねほんとやばいので、はい。で次がバナーのみなので SR 以上ねここで引けるかが、大ポイントになります。お願いします。ここで事故ったの、あーまあ一応あれか乙女の時に事故ってくれたかなっていう記憶があるのでよろしくお願いします。 SR は出てピンク残念。あーやっぱ出ない。ここどうしても出ないここどうしても出ない。全部 PR? じゃないよね。そうだよね。やっと来た奥村。ああやっと来た奥村。お前をずっと待っていた。お前をずっと待っていた。いやちょっと待って、ゆい主張が激しいなお前。はい、奥村ちゃんです。大京シニア出身奥村光秀、希望ポジションはキャッチャー、憧れる選手は特にいません。かっこいい。でまあコツも優秀な感じですね。はい、あざっす。ということで今のところみゆきのみなっております。で4567ここからが本当にお願いしますよ。いやーでも確定分以外今何も出てないのでやっと来たよ。3点おー来た来た。オッケー助かったー。もう一丁もう一丁もう一丁奥村。あーオッケ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 ー。37にはなったね。うまくいきました。で45で練習効果なので 20% ね、まあできたら45まではしたいなっていう感じであるんですけど、0が20でね、うん、なのでまあ多少ハゲゾを使ってでもやっちゃっていいかなっていうふうには思っております。まあ古谷沢村もいるんですけどこっちできたらリセット行きたくないのでね。はい、ということで5回目お願いします。ユイ取らないありかな。まあ、出るかもしれないけど、もし出なかった場合奥村。ああ揃ったしっかりとね揃っていくと。僕を忘れないでよ。あの奥村の PR がまあまあ出てるので解放者やる気で、そうですね、精神ボーナーです。で試合経験点なので、うん、まあでも初期評価欲しいかという感じだと思います。35でもいけるっちゃいける。はい、続きまして6回目、ここが選択権プラス SR はバナーじゃないですよっていう感じになっております。お願いします。まあ3人出たのでまあ奥村の解放に使いたいかなっていうふうには思っております。さあここで誰か引けるとありがたいけど誰。あ、OK、それは嬉しい。実質2枚だからね。ありがとうありがとうありがとう。実質2枚。でこれ3枚になったので、はい、あ来ちゃった。いや奥村引きてえけどみゆき出そう、ゆいも出そうわかんないわかんないけど奥村さん出たら、大勝利でございます。お願いします。ふぅ、レッツゴー。さっき出ちゃったからな。でも奥村ムーブが来てるので頼むよ。相変わらず確定が1枚のみか。さあ誰お願いします。あはい、あはい、ですよね。知ってた。
まあ頑張って奥村解放しよっかな。いや、ゆい出すぎな。こいつやる気150か。うん、そうですね。はい。っていう感じです。まあ、牛若で行くのは重いよな。ということでございました。どうしよう、解放しよっか。せめてみゆきだったよね。何がどんくらい出てるのかわからん。売却できるのかな。ボックスが全然開いてないな。変換できるかな。あーできない。こっちは裏が、あーどうしようかな。こいつでいっか。どうしようか。マジでボックスさ、なんとかなんないかな。つらいよね。どうやって成立してんのみんな。ダメだな、混ぜるやつがいないわ。とりあえず奥村引き出すか。ちょ、ゆいはいいや。ゆいはこれだけあれば多分大丈夫。PR は一応出てる。R は一応出てるか。みゆき35で使うようかな。つらいな。意外とでも奥村 PR 以下は出てるので、それは助かる。いやー、R 使っちゃうのありか。沢村古谷は、2回引こうと思ってるんで、いい気がするんだよな。いや、奥村はマジで最優先だと思うので。4、3。オッケー。とりあえず。奥村頼むよマジで。最近ゲドウの配りが良くなりましたね。本当ありがとうございます。それは感謝です。普通にシンプルにありがとうございます。ユイも結構出てんだけどね。 PSR 出ちゃってんで、みゆきはもう無理だな。みゆき無理だな多分。 PR いないな。うん、以上ですね。ユイがいっぱいいるのか。なるほど。で、
あ、まあ37ではいけんのか。それは助かるな。まあ残念。オッケー。でももう食わすしかないよな。まあ3はいけた、3はいけた感じか。ちょっと待って、一回食わしていいのかな。1,2,3,4,5 まあ2は確定で最大5お願いします。4とかどうすか。あ、3 あー微妙い。金ハゲいっちゃおうかなってなるんだよね。金ハゲいっちゃうか。あぶあぶあぶ。したら45にはなるよね。いいよ、それでいいや。それで終了。ダイヤのエースは。でいいよね。なんかそんな気がした。で、この選択権は沢村古谷で使うでしょ。そうだね。うん、新制度、これでじゃあ奥村選んで、今虹出てどうすんねん。うん、それでいいや。悔いはない。それで多分遊べると思うんだよね。はい、これでプラゴです。終了。意外とノーマルないんだね。けどノーマル配られないもんな。うん、これで45なったんで、もう引かなくていいよねって感じです以上。ユイバージョンもまあやってみたいけどね。ユイバージョンもまあやってみたいとは思いますが、まあ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 、これさ、チャレンジとかでさ、 PR のなんかないよね、さすがに。アプリだとさ、デビューしてキャラってさ、どっかで PR もらえたりとかするんだけどさ、さすがにないよね。さすがにないよね。はい、ということで、うん、終わりたいと思います。で、なんかダイヤのエース強化されてるらしいんですけど、うん、何がどう強化されてるのかちょっと分かんないので、はい、その辺を、はい、遊んでいきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。では皆さん、ピースな一日をお過ごしください。バイバイ。